こんにちは、ゲームエイトのケイドラです。本日は好きなクエストランキングを発表したいと思います。まあ、なぜこれをやるかっていうのは、結構ライブ中とかに好きなクエスト何ですかとか聞かれること多かったんで、今回はランキングベスト10を発表したいと思います。で、あらかじめ言っておくと、僕の好きなクエストの特徴は一気に大ダメージを与えるクエストなんですよ。なので、まあ簡単に言ったらキラーが大活躍するクエストが好きっていうところなんですけど、だからクエストの特徴的には結構似てるようなクエストもあると思います。あらかじめご了承ください。あと動画もちょくちょく流しながらやるんで、僕が紹介するクエストの楽しみ方も一緒に紹介したいと思います。よろしくお願いします。早速第10位は徳川綱吉のクエストです。このクエストはジュリエットですね。ジュリエット重心がマジで強いんですよ。このキャラを連れていくと、もうラスゲー、剣持っていると、まあ、SS 打つだけで簡単にワンゲージポンって持っていけたりするんで、かなり強力なんですけども、まあ、昔はゴンさんとか信長とか、まあ、忍野忍使ってた方多いと思うんですけども、今はジュリエットが楽しいです。まあ、友情もめっちゃ強いから、見てるだけで雑魚やりたりできるんで、まあ、その辺が噛み合ってすごい楽しいクエストになりました。だからジュリエット2体入れとか全然 OK なんで、まあ、貫通多い方が多分攻略しやすいのかなというふうに思います、最近は。はい、では第9位はエルドラド爆絶ですね。このクエストは紫式部絶対なんですけど、式部がいると、僕は角度慣れたら爆絶の中で一番簡単だと思ってます。このクエストは一休さん出てからは僕やってないんですけども、まあ、式部ちゃんが強すぎて、にいつも2体でやってましたね。で、SS 打ったりすると、まあ、ラスゲも簡単に削れますし、メテオがね重複するんで、球体となんで、その辺も噛み合って非常に楽しいクエストだなっていうふうに思っています。まあやっぱり地雷持った時に3回壁触れてボス殴った時の火力ですね。あのヘリ用が気持ちいいです。はい、では第8位はひらめきの遊戯場、春風の広場、春風の広場のステージ5、火のステージですね。なんかボスがヒドランとかなんですけども、あっこはどっちかというとご利用しゲーじゃないですか。やられる前にやる感じなんで、貫通タイプが意外と使えるっていうか、上杉剣士が超強いんで、僕は剣心入れて、まあ、モーザルトとか6手突破とかできるんで、非常に楽しいクエストだなっていうふうに思っております。まあ他にも普通に魅力とかも強いし、まあ総合的にね、いろんなキャラが使えるから、まあ詰めようがある。まあ別に早く倒したからないねって話なんですけど、まあ、いろんな楽しみ方できるかなっていうふうに感じます。第7位はゲルナンドの第1ステージですね。ここもボスヒドラでちょっと似てるんですよね、先のステージと。手順があるハマりゲーで、まあ、魅力強えとかノストラダムス強えとかなるんですけども、まあ結構ゴリ押し、ここもキラーでゴリゴリ削れるクエストなんで、かなり好きです。ゲルナンド2も結構好きなんですけどね、シリウス強いから。ただやっぱり貫通でザクザク削るっていうよりかは、まあ、どっちかというと反射で思いっきりゲージぶっ飛ばす方が好きなんで、ゲルナンド1の方が好きっていう風になりました。第6位はカレン・ネイビス激究極ですね。このクエストは、まあ、最初なんか全然やらなかったんですけど、まあ、後々カレン・ネイビスの曲作る時に、まあ、ゴンさんとか信長連れてったら、まあ、超楽しいし楽っていう風なクエストでした。で、最近だったら義経の重心化とかも結構強いんで、アンチダメージオールの強キャたちが輝くいいクエストだなというふうに思ってます。まだ一番楽しかったのは信長かなというふうに感じます。では第5位、ヤマタノオロチです。ヤマタノオロチは、まあ、完全、まあ、反射ゲーやったんですけど、まあ、最近は多分あれかな、乙姫とか出てきてるから貫通でもいけると思うんですけども、運枠ニラカナにして、あとヘラクレスとか雨の村雲を使うと非常に楽しいクエストです。ステージ2から配置ができて、そこからゲージぶっ飛ばすまでなんか手順が一応あるんで、まあこれうまく決まれば最高に楽しいクエストだと思います。まあ、結構ボスの HP 低いんで、なんかクエスト自体簡単なんですけど、結構ビットンが多いクエストなんで、吉田松陰の神化も結構使いました。まあ、ドラゴンキラー大活躍ですね。次第4位はカルマ超絶ですね。まあ、カルマは道中ちょっとめんどくさいんですけども、まあ、ボス戦が楽しすぎます。僕はボス戦超大好きで、特にこのクエストで好きなキャラクターはベルスターとカグツチです。で、この2体はめちゃくちゃ強くて、まあ、カグツチは言うまでもなくて超アンチ力バレーの光属性キラーリムついてるんでめっちゃ強いんですけど、ベルスターですね、これラスゲーワンパンできるんですよ。下配置していれば SS 打って頭頭上入ったらなんかクリティカルとか出てパーンってパンパンできたりするんで、非常に強いキャラだと思ってます。まあ、どっちかというとでも全体的に強いのはやっぱカグツチですね。情報修正来てからはマジで無双してるんで、2体連れてったらマジで
苦手だった方も、あ、楽しいって思うと思います。まあ1体だけでも全然楽しいんですけど、はい、第3位はツクヨミゼロです。ツクヨミゼロ、これはまあ目玉の動き方を把握したら、まあ、こっちのものなんですよ。ちょっと目玉の動き方が変則的でわからんとかいう人もいると思うんですけども、まあ、一応規則があって、まあ、簡単に言うとブロック出てる方を先に1体目に倒すと後々合ってくるっていう感じなんですけども、まあ、それを理解した上でやっていくと、まあ、結構簡単で、まあ、枠2とかでも普通に5分周回とか、まあ、当時はまあランマルとかいなかったんで K2 体とムサシとハーレックスで周回して5分周回してました。うまくいけばボス戦から SS4 発が4手で終わるんですよ。そういうこともできるんで、まあ、結構キラーゴリ押しですね。キーのキラーとか、まあ、ハーレックスの SS も強いしムサシの SS も強いしっていう感じで、まあ、ゴリ押しできるんですよ。なのでかなり好きですよね。では第2位はエティカの第3ステージ、エティカのクエストですね。これは非常によくできたクエストだなというふうに思います。これ何度やっても飽きないんですよね。なんか最初の方は難しすぎてなんじゃこれってなったんですけど、特にダムスが出てきてからですね、ちょうどいい難易度になったっていうか、まあ難易度激下がりしたとは言わないんですけども、結構簡単になったんで、ダムスの神化を連れてって、最近だったら結構他にも適正キャラ増えてると思うんで、やってると楽しいです。貫通と反射それぞれの役割と、まあ、あとは、まあ、激死パネルもうまく利用して敵を倒していくっていうクエストですね。ハマりとか貫通の人腕書きとかいろんなことが求められるんですけど、これを、まあ、うまく立ち回りできるようになって、まあ、全然負けませんってなったら多分多少は腕上がると思うんで、まあ、修行の場でも結構いいんじゃないかなっていうふうに思います。ブロック判定とかもあるんでね、アンチブロック持ってなかったら。だから結構僕は時間できた時とかにたまにやったりしてます。楽しいです。はい、では記念すべき第1位は、まあ、これは結構ライブ中とかでも言ってるんですけども、ゴルディバルディです。でこれは、まあ、教えてもらったんですよね。あのなんとかキララ EL プロとかアリスさんたちに教えてもらったんですけども、雨の村雲が絶対欲しくなるクエストナンバーワンなんですよ。まあ、今多分動画流してると思うんですけども、超強いです村雲が。でヘラクレスも強いし、であの何より配置しやすいんですよね。ボス戦の1個前のステージでなんか重力バリアまとってるドラゴンがいるんですけど、あの辺に村雲を簡単に配置できるんで、しっかり配置できればバンパンが可能です。ただし弱点引いちゃうと、結構すぐゲージ減っちゃうからゲージ飛ばせなくなっちゃうんですけども、弱点引かなかったら結構簡単にワンパンできるんで超楽しいです。だからたまにね、ストレス溜まった時とかね、家にそんとばくないからなっていう時とかにね、このゴルバルやってもらって村雲使ってもらうとスパーンと飛ばすことができるんで超楽しいです。まあ飛ばなかったとしてもね、ラスゲも下配置簡単にできるんで、そこからポーンってワンパンできます。なんで、まあ、基本的にキラーがドラゴンキラーが超活躍するクエストですね。アロンダイトも多分使えると思います。そんな感じでね、ゴルディバルディが第1位でしたというところです。まあ、全体的に見てやっぱりキラーが活躍するかなというふうに思ってます。逆に結構嫌いなクエスト聞かれるんですけども、嫌いなクエストは、まあ、単純に時間がかかるクエストですね。例えば最近だったら、アルマゲドンかな、結構嫌いです。全然やってないんですけど、ボスの削り結構時間かかるじゃないですか。味方だって弱点ちゃんと流れないとダメージも出ないし、結構そういうところめんどくさいって感じちゃうんですよね。なんで、まあ、簡単にゴリッと HP を削れるキャラが出てくれたら楽しくなると思うんですけども、なんか現状めちゃくちゃ強いキャラがいないっていうクエストあったら僕そんな周回しないんですよ。そのクエストにおいて、まあ、超最適キャラ、超最強キャラが出たぐらいで周回し始めるんで、最初のうちは結構爆裂はスルーしたりしてます。無理して集めようとして、まあ、ストレス溜めるよりか僕はそういう楽しみ方をしてるんで、まあこれもモチベ維持の一つかなっていう風に感じてます。はい、ではそんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローお待ちしています。よかったら皆さんも好きなクエストを教えてください。それではバイバイ。